どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。いつも皆さんガズレレ YouTube チャンネルを見てですね、ウクレレ楽しんでいただいていると思うんですけど、いつもお世話になっております。ありがとうございます。楽しく音楽やってられると思うんですけどね、今日はちょっと面白い動画にしようと思うんですけれども、どんな動画かというと、いつもそのガズレレ YouTube でこのレッスン動画を公開しているこの私ガズなんですけど、一体この人ってどんな人なのみたいな感じのことをですね、今日はちょっとねこのおしゃべりでお伝えしようと思います。そもそもですね、昨日ですね、ガズレレ公式ホームページ、今こっちをリンク貼っとくし、概要欄にも貼っとくんですけど、ガズレレってどんな人、ガズレレって何みたいな、こう、プロフィールっていうページがあるんですけど、そこの文章をですね、最新版に、ちょっと更新しようかなと思って、昨日文章を作ってた時に、あ、これそのままちょっと YouTube でね、皆さんにもこうシェアできたらいいかなと思って、そんな感じでね、今日おしゃべりしてみようと思います。まず、どんどん行ってきます。ガズレレ、この私は、YouTube で、音楽初心者向けにウクレレレッスン、動画を随時公開するウクレレ YouTuber ということで、皆さんお馴染みだと思うんですけど、よろしくお願いします。そんなガズがね、いつもお届けしているわけです。今2022年の10月の段階でチャンネル登録者の方17万7千人、ありがとうございます。はい、総再生回数は5500万回以上ということで、いやーすごい、本当にね嬉しいことだと思うんですけど、まあ僕がね、やっぱ伝えたいのは、音楽を聴くよりやる方が最高。これがガズレレの合言葉でございますんで、音楽やると楽しいから、笑顔が増えるといいよね、ということで、皆さんもね、もうしっかりは笑顔を作っていただいてると思うんですけど、笑顔の自家発電をね、しようということでやっております。ありがとうございます。でね、僕ね、長野県の飯田市っていうすごいど田舎出身で、もうバンドが好きでですね、エレキギターにハマっちゃって、で、上京してバンドを結成しました。で、もともと僕ギタリストだったんだけど、バンドをやってる上で、いいボーカリストが当時全然出会えなくて、じゃあ、いいボーカリストが出てくるまで僕がボーカルをやるよということで歌を始めて、そして今に至っております。すごいですね、その経緯は。で、まあとにかくもうバンドマンとしてもうね 120% 全速力で上京してからもう人生の中心がバンド活動だったんですね。で、もちろんもう全国ツアー行ったり CD のレコーディングをしたり、もうおかげさまでね、こういい感じでこうバンドも育っていって、もう全国ツアーもやって、それ最後の方ではですね、なんとアメリカツアー、僕もともとね世界に行きたいと思って洋楽が大好きだったんで、アメリカのロサンゼルスにもツアーを2年連続で2回ぐらい行って、これでもうトゥルバドールっていうね、もうロサンゼルスの超もうビッグフェイマスライブハウスでもライブやらせていただいたりとか、向こうのねインディーズレーベルからも CD 出させていただいたりとか、まあそんな活動してたんですよ。で、日本での活動はですね、三池崇史監督、映画監督のファミリーという映画の全音楽ですよ、を私が作っやっていたバンドの曲、使っていただいて、それが結構ね話題になりました。その三池崇史監督ってご存知の方いるかと思うんですけど、一応ね代表作品、映画作品をご紹介しさせていただくと、釈神ありとか、ゼブラーマンとか、妖怪大戦争とか、クローズゼロシリーズとか、もうすごい、もう日本映画界のすごいもう重鎮の映画にね、そうやって曲を参加させてもらったとか、すごい光栄だなと思ったりとか、まあそんないろいろ経緯がありますと。そんな音楽三昧の日々だったんですけれども、いろいろやっぱり長くずっと音楽やってると、音楽の方向性とかいろいろこうね、人生育っていく中でいろいろ思いがあってですね、次のビジョン、音楽どうしようかなっていうふうにいろいろ考えてるときに、なんとですね、有名な、急性骨髄性白血病という病気になってしまったんですよ。これがもうびっくりしました。はい。そしてこのね、急性な、長年ね、それでもう何年だろうな、もう3、4年は入院してたと思いますね。もう入退院繰り返して、それこそ、三途の川を向こうに行きそうになったり、こっちに戻ってこれたり、そんなことを繰り返して、もうそんなね、日々がもうずっと続いてたんですよ。で、もう何年もそういうことを、体験してたんですけど、最後は、ドナー様にも巡り会えて、本当にありがたいことですね。医療の力と、そのドナー様の力と、まあ、家族とか仲間とか、もういろんな力で、こう、まあ、ここまでね、復活で、させていただいてですね、もう本当に歩く感謝なんですよね。だからそういう意味で、そういう経験があります。で、まあ、一命を取り留めたということでございます。はい。そしてね、その時入院していると長いでしょ？そうすると、やっぱりいらんことばっか考えるんですよね。そうすると僕ずっと音楽をやっていたから、頭の中でね、もう音楽ができるようになるんですよ。皆さんもウクレレやってるから分かると思うけど、頭の中で C の響きを想像して、Am の響きを想像してってできるんですよね。そんな感じでベッドの上で鉛筆と紙で曲を作ったりとか、なんか演奏できるようになってくるんですよ。ずっと音楽やってると。で、やっぱその音楽をやるってことにすごく助けられたっていう経験がすごく大きかったです。その白血病になっちゃってね、長年の入院の生活が。僕音楽やってなかったらね、きっとね、偉いことになってたなって今でも思ってますね。だから音楽をやっていた自分
分に良かったなと思うし、本当にありがたいなと思ってます。で、なんとかですね、こう、退院できるような状況になっても何年もかかって、やっとだ、やった、嬉しいと思って、さて、世間を、周りのみんなを見たときに気づいたことがあったんですよ。音楽みんな聴いてるじゃない？ウォークマンとかね。今はもうエアポッドとかね。まあ、いろんな聴き方で音楽に接してて音楽みんな大好きなんだけど、音楽やってる人ってあんまり、そういえばいないなって思ってたんですよね。だってさ、音楽にね、音楽って楽しいときはもっと楽しくしてくれるし、大変なときはさ、僕の病気のときみたいに助けてくれるわけじゃない。で、しかも、要は生きる糧にさえなっちゃう。この音楽をみんな聴いてるだけなんて、やっぱもったいない。やった方がいいよってすごく思ったんですよね。で、僕がいつも言ってるのはサザンオールスターズの桑田さんだろうが、ビートルズの、ね、ポール・マッカートリーさんだろうが、もうあらゆるミュージシャンって音楽やることが一番好きだと思います。音楽を自分でプレイすること、それをやらないなんてもったいないじゃんというふうに思っていたところに、知り合いの女性がですね、将来ウクレレ弾きたいけど教えてくれないですかっていうふうに一声がかかってですね、ウクレレやりたいんですか、じゃあいいです、教えますよと言いながらも、僕ギタリストではありましたけど、ウクレレについてはそんなに分かんなかったんで、その時初めて誰かにこうみんなに教えるためにウクレレっていうのを、なるほどなるほどって自分なりにこう、咀嚼してできたのが今のガズレレです。しかもその女の子の条件としては簡単がいいです、簡単じゃないと私できないですって言うんで、分かった、私がめちゃくちゃ簡単なウクレレ教室をやりますよ、他にやりたい人いるって言ったら、そこにいた何人かが私もやりたいと言って、そこがガズレレのスタートした第一の段だったんですね。それがね、2013年の5月です。つまり、だから来年、2023年の5月で10周年なんですよね。ガズレレが始まって。つまりですね、どんな人であろうと音楽やった方がいい。今すぐ一番簡単なウクレレで音楽始めようよということで、ガズレレ YouTube が始まりました。はい。そしてですね、さっきも言ったんですけど、音楽を聴くのは最高だけど、やるのはもっと最高が合言葉です。日本の枠を飛び越え、今世界中にね、ガズレレ楽しんでる YouTube ですか、世界中で見てくださってる方いるんですよ。本当にありがたいですね、これは。最大でね、過去にコロナの前までは、代々木公園とかの野外イベントで、1000人、2000人ぐらいの、すごい人数集まってイベントやったり、したこともあるぐらい、そのぐらいのね、こう規模感に育ってきたぞという感じですね。今ご覧いただいているガズレレ YouTube で、最初は本当5人10人の仲間うちに、次1ヶ月後のレッスンまでにこれ覚えといてねみたいな感じでアップロードしていたのが、知らないうちに100回見られ、1000回見られて、そして今に繋がってるっていうのがで、これ本当の話でございまして、すごいですよね。はい、そんな風にしてガズレレってね、広がっていったんです。そんなところに来て、例のコロちゃんが、やってきてしまうわけです。はい、コロナが来ちゃったらこれはイベントはもうできないし、もう人と会うこともできないし、みんなでわあもう大合唱で歌おうなんていうのは、まあ到底ちょっと無理、難しいな。そこでただで転ばないのが、ガズレレでございましてね、どんどんオンラインの活動に切り替わってきました。で、まず最初にやったのがガズクラブです。いつもね、ガズレレ YouTube 内でご紹介させていただいてるんですけど、毎月660円を、のクラブ活動費を頂戴して、5曲の楽譜、ガズの手書き楽譜のね、楽譜をお選びいただいてダウンロードとか、毎月2回の世界中からね、参加がある大セッション大会とか、かなり盛り上がって、今もね、すごい盛り上がってますよ。あとは、それに続いて始まったのが、ガズレレ大学ですね。こっちは YouTube メンバーシッププログラムで、月590円で、こっちを毎週2回のライブ配信による講義で、盛り上がってます。こんな活動を始めた、オンラインのね、活動を始めたということですね。で、それに加え、ガズレシピというアプリをガズレレでリリースしました。そのアプリ内でまた見やすい楽譜、今度はね、さっきの手書きの楽譜じゃなくて、ちゃんとね、デザインされた楽譜とか、いろんな機能がついてるアプリ。で、さらにはそれに紐づいてる本も出したりとかしてですね、オンライン活動がちょっと盛り上がってきたぞということでございます。そしてですね、ガズラジといって、スタンド FM というラジオ配信アプリ、スタンド FM で、毎朝7時半から、ラジオ配信をさせていただいてるんですけど、これ、誰でもどこでもいつでも見られる、ラジオ放送なんですけど、1300名様以上のね、もうフォロワー様がいてくださる。ありがとうございます。で、それに加え、2021年9月からは、ガズピアノといって、今度、私、ガズが発明した、弾き語り専門の超簡単ピアノ、鍵盤、オルガン、鍵盤楽器の弾き方を紹介する YouTube チャンネルもスタートしました。これもね、結構地味に盛り上がってまして、今、2022年10月現在でチャンネル登録者数は、だいたい2500名弱ぐらいですね。総再生回数10万回になりました。1年
ちょっとで、いや、これはすごく嬉しいなということで、本当にありがたいなと思っております。で、今年はですね、2年ぶりになる、のコロナから2年経ったわけですからね、全国5カ所回る、ライブツアーイベントを開催してまして、今、5カ所のうち3カ所終了、大盛況でした。で、あと残すは大阪、横浜なんですけどね、5カ所の会場のうち4カ所、ありがとうございます。チケット完売ソールドアウトになりました。もうありがとうございます。はい。そしてこうイベントはどんどん続いていくという感じなんですね。で、11月は、新宿御苑でのイベントも、出演が決定してます。そしてここでキーポイントとなるね、活動があるんですけど、ちょっとコロナ前ギリギリになるんですけど、Gラボのウクレレ。オリジナルのウクレレ製造販売を本格的にスタートさせたのが2019年です。最初はクラウドファンディングで皆さんのご支持をいただいて、最初のファーストステップ、もうね、すごい金額が集まったんですよ。500万円の設定だったのがもう900万円近く皆さんのおかげで、ご支援いただきまして、見事にその Gラボというブランドをスタートさせていただきまして、今もどんどん広がっていって、今大人気のウクレレブランドに成長しております。これはね、すごいドラマですね。ここだけでも一冊本が書けるんじゃないかってくらいの展開なんですけど、はい、皆様ご存知のように日本から、もうウクレレ職人、すごいウクレレ職人、もじゃ川上くんと出会いがありましてですね、いろいろ話してるうちに意気投合して、なんと彼がベトナム木材の宝庫と木工技術の宝庫、ベトナムに彼が今移住してですね、その最高品質、オールタンバー、オールハンドメイドの最高品質ウクレレを日々生み出しておるという、このね、今のね、Gラボの、ウクレレの、元になったのは2019年のクラウドファンディングからということでございます。そんなストーリーもあるんですよね。僕の念願だったんですよね。オリジナルウクレレを本当に大きい単位で展開していくっていうのが。はい。皆さんも、ご存知でいただけると思うんですけど、本当にいいウクレレなんでよろしくお願いします。はい。そしてですね、こっちも皆さんもとっくにご存知だろうと思いますけども、いっぱい本を出しております。学部の本。主婦の友社というところから、ガズのエッセイというか、まあ今話したような、ガズの歴史とガズを考えているようなことまとめた本、いきなりウクレレ地球一簡単ウクレレ簡単ウクレレ教室という本が出ております。これはエッセイでございます。でも今ちょっと本の方が売り切れになってて、Kindle 版だけのあれなんですけど、もしかして改訂版が来年出るか出ないか、今企画をね、通るかどうかみたいな話をしているところでございますので、お楽しみにください。そしては言わずもがな、リットーミュージック社という日本最大の音楽出版社から、ウクレレの本だけで過去5冊、楽譜の本を出してますね。これがもう大ヒットでございまして、びっくりしちゃいます。リットーミュージック社さんの本だけで、もう16万部ぐらいの、発行部数になってまして、今までガズが出してきた、ガズレレの本だけで、累計18万部以上はもうね、お手に取っていただけるということで、これはすごい、ガズさんも本当に嬉しいことでございます。現在も、その冊数を、伸ばしているということでございまして。で、さらに、この10月、ガズピアノ、さっき言ったガズが考え出した鍵盤の弾き方、鍵盤弾き語りのガズピアノの教則本と楽譜本も10月17日に、出版が決定しております。これもいつもお伝えさせていただいている通りなんですけど、いやー、こんな風にね、まさかいろんな展開になると思いもしませんでした。そして最近ではガズレレ YouTube でもいろんなね、企画にちょっと挑戦しておりまして、コラボイベント、スザンヌさんとか、NHK のお父さんと一緒のマサトモ兄さんとかとセッションとかコラボしたりとかですね、いろんな面白い動画、Vlog 的なやつとか、いろいろ冒険も引き続き YouTube、ガズレレ YouTube の方でもさせていただいてます。そしてまだまだですね、2022年の年末からまだ2023年にかけても、もうめくるめくよく予定とかプランとか妄想みたいなのがまあひしめいておりまして、まだまだガズの感覚だと、このガズレレ YouTube の今の感じっていうのはね、まだ1号目ぐらいなんじゃないかなという思っております。やっぱそんだけもっとね、音楽、この何回も言いますけど、ガズレレの合言葉、音楽聴くの最高だけどやる方がもっと最高、これをもっとね、どんどん広めていって、やっぱ笑顔が増えるわけですから、やっぱその笑顔が増えた方が笑顔が多い世の中になるわけで、やっぱいい世の中になるんじゃないかなというふうに思いますというのがすごくあるんでですね、皆さんが楽しんでいただくのもね、一個で、それはやっぱガズレレというか、こういう音楽の楽しみが広がる一個の要素だと思います。いつも言いますけど、上手にやる必要はないと思うんですよね。楽しくやる、これじゃないとやっぱり意味がないというふうに思うんですよね。音楽っていうのはなんつうのかな、その自慢大会とか、その力比べとか、そのそういうことではないんですよね。やっぱ毎日の生活を
潤してくれる、そういうものだと思うし、やっぱさっきも言ったけど、楽しい時はさらに楽しく、大変な時は助けてくれる、もう人生のパートナーにやっぱなってほしいわけじゃないですか。やっぱそういう意味で自分と音楽の仲良しにすごくなる、そういう感じでですね、そのきっかけ作りをあっちからこっちから続けていきたいと思います。それでね、皆さんが楽しんでいただくっていうのをすごくやっぱりいいと思ってて、ちょっと周りの方もね、ああ、楽しそうだなと思って、じゃあやればいいじゃん、ちょっと教えてあげるよ、C とか F とかって、レクチャーしてあげて、あとガズレレ YouTube 見てたらわかるよ、みたいな感じでね、こう広げていただくとですね、次にその人と会う時にもう一緒にセッションしてワイワイできるわけですから、これは素晴らしいエコシステムだと思いました。はい、今日はざっとでしたけど、ガズレレのプロフィール、ガズレレってどんな人、どんな思いでガズレレをやっているのかということをちょっとね、トークでちょっとお伝えした動画を、撮ってみました、いかがだったでしょうかね、見ていただいてありがとうございます、それでは皆さんごきげんよう、さよなら、バイバイ、また見てね。